僕は単独でなんとかできるとかじゃなくて、人がいればその人を、人を生かせる能力が抜群なんだから。だからバグ持ってるみたいな感じで、1.5 分クラスでも1分チーム変えられるくらいのものがあるわけだ。人を生かせる能力ってのはそこだ。サラダかな、才能っていうよりか、腐れた能力。さあ、なんかさ、アバウトするのか。ランダムかもよ。
ダムじゃねえのこと、あれ戦いなどはねえのだからランダムじゃなくてもいいって。選ばないといけねえのに、なんで呆れるよな。ままで閉めたゲートを閉めたままで救助しようとしてんの、やべえだろ。じゃあ救助された人ってどうやってすんなんの、ミラに接近された状態でどうやって触れろっつうの、触れる時間すら欲しいだろ。接近されて一発もらうわ、絶対にゲートを上げることな。ネアガルドの鍵持ちで出たい、タイマンみたいな感じのあるわけだ。鍵持ちで何としても抜けたいやつほど犠牲になってもらう。クルちゃんみたいに鍵持ってないやつが抜ける、それが一番楽しいゲーム。ね。確実に勝つ道を選びなさい。お涙ちょうだいでやってると逆転負けも目があるの。ね、ちゃんとゲームしなさい。どう切ってでも勝つの。また俺が上手い理由は人を切ってでも勝つ人を